2006年には各地の古き芝居小屋へ赴き、勘三郎襲名披露を行ったのです。まず訪れたのが秋田県の後楽館です。いいですね、趣がまた違って。全然、ああやっぱりね、はい、あ、いいね、おや、いいや、あ、いいね。いつもはその歌舞伎座なら歌舞伎座に来てもらうっていうことでしょ。今度は出かけさせてもらうっていう気持ちだよね。だ、出前と言ったら変だけど、うん、あの、おい見に来いよじゃなくて、見てくださいよっていう、あなたの街に参りますっていう、それの連続かな。なんかこの文化財でしょ、で文化財で拝観料を取って見せてる、それはそれで素晴らしいんだけど、やっぱり神様が作って魂入れずってのあるんじゃない、うん、そこで芝居をさせてもらうことによって、この素晴らしい劇場に、さ、拙い芸だけども、あの、生きてるものが入るでしょ、うん、汗とか、まあ言ってみれば唾とか涙とか、お客さんが入るでしょ。そういう土地土地というところ、まだまだ行かないところいっぱいあるわけでしょ。だからそんなところもなかなか難しいんですけどね、まあ、だ、今度はそういう時ですよ。うちの父から楽屋では静かにしろとよく言われておりました。その意味がよくわかります。このすぐ後ろが楽屋でも大きな声を出しているとお客様に聞こえてしまいます。逆に、舞台のセリフや何か全て、聞こえます。 でございますから、楽屋も舞台もお客様も一体になるという、こういう劇場で、勤めさせていただくのは本当に役者として幸せでございます。何よりその、この劇場を96年の長きにわたって存続し続けてこられたこの町の方々にも敬意を表しますし、本当に偉いと思います。今も現在もやっておられる、そういう生きた小屋で私仕事をさせていただいて本当に幸せでございます。18代目中村勘三郎襲名披露公演で全国9カ所の芝居小屋を巡る旅。それは平成中村座のルーツを探る旅でもあります。やってきたのは岐阜県の白川町にある東座。1889年に地元の人々によって建てられた芝居小屋です。その名誉館主に就任したのが中村勘三郎でした。15年ぶりの中村屋との再会に、芝居小屋の前には長蛇の列が。楽しみですね、帰っていくわ。名誉館主やってみるからね、久しぶりに来てくださったから、うん、一度会いに来ました。あれが抜けなくってかぶってしまってあれすごく覚えてる。15年前。15年前です。いや懐かしいですよ。いや、もう約束したからみんなにね、必ずここでやるよって。18代目中村勘三郎城をご紹介したいと思います。中村さんどうぞ。ここにね、いやいや、ありがたいですよ。提灯が炭切り帳って言うんですけど、そうそう、
中村屋さんの家紋やってくれたんでとてもいいんですけどね、これのためだけでしょ、大変にもったいないがありがとうございますいや暑いですね、でもねまあね、でもね、江戸時代っていうのはまあ今ほどその温暖化ってのは進んでなかったんでしょうけど、まあ今よりは涼しいかもしれないけれど、やっぱり冷房も何もないんだからね。そうですよね、暑かったと思いますよ。で今もう内側の波がねすごくあれしてましてね、で踊り踊ってましてね、私はこう谷をこうやって覗きましたらね、お父さんが仰いでくれたんですよ、ね、東座では蓮司氏の素踊りを披露。岐阜県の日吉町にあるこちらの芝居小屋は一風変わった場所にあります。美濃歌舞伎博物館相生座、実はこの芝居小屋があるのはゴルフ場の敷地内。はい、後ろの人、後ろの人どうぞ、1列に並んでください。これはすごいよ。いやいいですよ。で皆さんゴルフの格好してください。はい、ゴルフ工場の衣装で写真撮影すると思わぬハプニング。私、趣味がゴルフでございます。すぐそこはグリーン。先ほどもみんなで篠山紀信先生に、スナップを取ってもらおうという外で、取っておりました。球が打ち込んでまいりました。こういう小屋は日本全国ここだけではない。芝居というのは芝にいると書きまして芝居でございます。まさにここは芝居です。また、出演が叶いまするよう精進を重ねる所存でございますれば、どうぞ、皆様方におかせられましても十八代目中村勘三郎、いく久しくお見捨てだご贔屓お引き立てのほどお願いを申し上げまする。工場ではその土地の芝居小屋でのエピソードを語りお客を沸かせます。そしてそれぞれの芝居小屋に中村屋との思い出が残されています。福岡県の加穂劇場もその一つ。花道の横で舞台を見守るのが亡き夫から劇場を引き継いだ伊藤英子さん。劇場に隣接しているお稲荷さんへ毎日欠かさずお参りをしています。今お参りなさったんですか？こんな仕事をするものはお稲荷さんを大事にするんですよ。毎日ここお参りの？そうよ、一日が無事に終わるようにね。そうでしょ、一人だけじゃいかんでしょ、みんなね、うちに関係の人が、あなた誰か一人もしつまずいて怪我したとかいろんなことあったら悪いじゃないですか。それも大事なことでしょう。
そんな伊藤さんの心意気が大好きな中村屋。伊藤さん、まあ、会いたかったですよ、ね、まあ、まあ、お食いになるとやっぱり、まあ、まあ、もうすごいね。だけど、ずいぶん痩せられたよね。そうそう、あの寄せ替えたんでね、まだ少し戻っちゃったけど、不思議なもんでね。どうも、前はだってさ、もうさ、ちょっとこれあれの時にはこのもう今にもダメかと思ったけど、やっぱり劇場とともに復活なさったね。ねえ、いや、とんでもないです。おめでとうございました。どうも本当にありがとうございます。約束を果たせて嬉しいです、はい、2003年7月、加保劇場は集中豪雨により壊滅的な被害を受けました。まあ、今座ってるこの花道、それから客席、舞台も全部もうこの辺りまで水が来て浮き上がってしまいましてね。あまりの被害の大きさに英子さんは心労を抱えて寝たきりに。営業再開のめども立ちません。そんな加保劇場の危機に手を差し伸べてくれた一人が勘三郎でした。再建のための支援を募るチャリティーイベントに参加。英子さんを励ましてくれました。まあ、町もみんな被災してましたん で、まあ、商店街も元気づけてほしいと、商店街おねりをしたんですね。勘三郎さんは本当ね、もう一人で乗り込んできていただいてですね、勘三郎の呼びかけもあり、多くの支援が集まった加保劇場は被災からおよそ1年2ヶ月で息を吹き返しました。私、もう今からもう何年前でございましたでしょうか、初めてこの劇場に立たせていただいたときに本当に好きな劇場でございました。その時はまだ楽屋のお風呂も五右衛門風呂でございます。子供はまだ小さくてどうやって入るのかな。もう本当にここの、そして伊藤さんと出会いまして、彼女が一生懸命芸が好きで海外からそっと今もどっかで見ていらっしゃるでございましょうが、じっと見てああでもないこうでもないということを私に言ってくれました。それから大好きになりまして、また私たちも役者を やり続けてさせていただく限り、こういう劇場で呼んでいただけることが本当にありがたいと思っておる次第でございます。これはうちの親父の仕掛け。本当、うん、モテるもんですね。物だけはいいです。勘三郎さんですけどもね、全国の芝居小屋をね回っていただいて、これが自分たちの歌舞伎のルーツなんだということで、本当大事に自分の小屋のようにね持っていただいてますけどもね。伊藤さん、ありがとう。会わなきゃ。また当たり前です。また来ますから。ありがとう。いやいや、もう伊藤さんもね、まだ100ぐらいまでいきなりだめ。どうもありがとうございました。どうもありがとう。とんでもないです。どうもどうも、また必ず。明日でもお会いできる。わかりました。ありがとうございます。本当にどうも。とんでもございません。お疲れさん、お疲れさん、どうもお疲れ様。芝居小屋を守り続ける人がいる。そして歌舞伎を楽しみにしている人たちがいる。古き良き芝居小屋を巡る旅は芝居の原点を教えてくれます。中村鶴松です。中村伊調です。中村中四郎です。中村中助です。中村中屋です。中村中地です。この度鶴の子会芝居小屋御座巡業公演にてクラウドファンディングを行うこととなりました。日本各地に昔ながらのとてもいい芝居小屋が残っているのですが、時代の流れもあり維持をしていくことが非常に難しい状況です。そんな中、少しでもお力になれればと、今回の公演と今後につながるようにクラウドファンディングを立ち上げました。
私たち役者が舞台に立てるのもスタッフ、お客様、そして劇場があってのことです。師匠である勘三郎が愛した古き良き芝居小屋を守るため、皆様ご協力のほどをひとえに願い申し上げます。